はい、こんばんは。ビバ v 第6話の考察ですあの。ネットニュースとかに出てった内容なんですけれども、黄色に伏線というような、ね、ネット記事出てたんですけど、それを、えー、ざっとまとめてみたんですけど、どういうことかというと、黄色い服着てる人間は裏切り者ということなんですね。どういうことかというと、はい、まずですね、はい、これですね、えー、第6話、第6話でですね、テントの一員だったギリアムが、 お金を横領したことが分かり、べきは処刑したと。その時にギリアムが着ていた服は黄色だったということで、黄色は裏切り者を表してるんじゃないのかと言うんですね。確かに黄色い服でしたね。はい。そして次ですね。第2話でバルカ共和国の日本大使を裏切り、乃木を助けた大使館の通訳、ナジュムは黄色のジャケットを着ていたということで、右端ですね。えー、確かに黄色着てますね。はい。 細かいですね。こういう伏線までこのドラマは作ってるということですからいやーもう驚きますね丁寧に作り込まれたドラマですよね。はい、で次ですね第4話でテントだったテントのモニターだった裏切り者山本はですね迫田さん演じる山本は黄色いネクタイを身につけていたということで確かに黄色いネクタイですねこれはクロスに捕まって縛られて自白剤。 撃たれる時のまあ、シーンなんですけど、はいこういうシーンでですね。黄色だったと言うんですよね。確かに今見返すとそうですね。いやこれこういう気づく人すごいなっていう思いますよね。で次なんですけどで、第5話でテントを裏切り、乃木に暗号を渡したあり、山中聡さんが演じてます。その暗号が書かれていた紙は黄色だった。確かに黄色でしたね。 いやあ、すごい繋がってきましたね。でって、次。で、で、肝心なところ、ここが重要。ドラム裏切り者説ということで、ドラムはいつも黄色い服を着てると。いうことで、ドラムは、えー、誰を裏切ってるんでしょうかと。ドラムはテントを裏切って乃木の味方をしてくれるのか、それとも、乃木を裏切ってるの裏切るって言っても、いろんな裏切りがあるでしょ。 だから元々ドラムはどこに属しててるんだって話ですよねドラムは一般人なのかそれともテントなのか別班なのかってねでドラムはテントじゃないかってテントだからこそジャミーンを実は守ってるんじゃないのかとかね、まあ、そういう説も出てるんですよなんとドラムいつも黄色でしたそうでしたねそしてもう一つ重要なことがございますはい、えー、二宮和也さんは「べきを裏 ギル伏線なのかと黄色なんですけど、べきの部下、二宮さんが身につけてるのは黄色い帯。この手前の左側なんですけど、二宮さんは、べきを裏切って、例えばべきを殺害するとか、テントの裏切り者要するに、二宮さんもですね、えー、テントのメンバーなのにね、べきを裏切って何かこう、まあ悪いことをするとか、 テロ活動するとか、例えばですよ、えー、今回ね、えー、6話目でテントの金を、まあ、着服ごまかしたのをべきは処刑しましたけど二宮さんもそういうことを、まあ、例えばやっているってこれも裏切りになりますよね、うん、だからどういう裏切りなのかってことですね裏切るって言ってもその組織を抜けるとかこれも裏切りに、まあ、なりますよねええー、これはべきへの裏切り になりますよね、うん、だからその二宮さんが裏切るとしたら例えばべきを、えー、まあ殺害するとかそれとも乃木の味方をするとか、うん、まあそれぐらいしか考えつかないんですけどはいでこの黄色が伏線だとしたらば二宮さんは裏切るということになりますよね。まあ、この 黄色い服を着てると裏切るという伏線がもしもし本当だったらですよもし本当だったらまあ、誰かを裏切るということになるんですかねなので、えー、二宮さんの黄色い帯が気になりますねで最初はですね二宮さんは白い服着ててでべきが黒い服着てるからこうなんか それに意味があるのかっていう考察もまあ出ていたんですよね。はい、あと気になるのはやっぱりあのドラムの正体も気になるところですよね。一体何者なの？とか喋んないし。ね、喋れるのに喋んないのかな？とか思っちゃうじゃないですか？喋れない。ふりしてんのかな？とかね。で言葉はまあもうちろん理解してるんだけども、日本語喋れるのかとかバルカの言葉喋れるのかとかそういうのでまあ、理解してるからね。 多分喋れるんだけど喋らないだけなのかなと思ってるんですけど、最終回で喋るのかなっていうふうには思ってるんですけど、うん、ドラムね。ドラムはよく、わかってないでしょ素性も。家族がいるのとか、家族がいるかどうかとかね。どういう育ちなのかとか。例えば、ドラムがテントならば、ベキに子供の頃誘拐されたところをね、助けられたとか、そういう可能性ある。もちろん、カオルもそうなんだけど、カオルも、 えー、ベキのなんか娘説とか、まあ、ジャミーンのお母さんと姉妹説とか、まあ、ありますけれどもはいで二宮さんもベキに救われた少年っていうか子供だったんじゃないのかとで、えー、例えばここにいるメンバーねここに写ってるメンバーは基本基本テントのメンバーまあこれ幹部ですけど よねこういうメンバーとか幹部っていうのはえに助けられた子どもの,、ね、の頃誘拐されていた子どもをべきが救ったと。でその後べきの部下になるとかもちろんべきの部下にならず、まあ、親元に帰ってくっていうかうそういう子どももまあいるでしょうし例えばその。 日本でいう養護施設とかに、まあ、預けられるような子どもももちろんいるでしょうしねただ、えー、そのベキに救われたことによってねもうあなたのも,もとにこうあなたについていきますみたいなそういう感じで結構ベキについてくっていう子どもも多かったんじゃないですかね。うんだから基本はこの構生メンバーって幼い頃ベキに救われた子どもって だった人たちというふうふに考えています、ねはい、ただまあそうやってべきによって救われた子どもたちがこうやって大人になって、えー、テントのメンバーなんだけれども結局悪いやつもこれだけメンバーがいたらねおそらく幹部ですから幹部以外のメンバーもいるでしょだからテントってメンバーが例えば10人どころか100人とかまあいる,いるとしますよねメンバーが。 何十人何百人と。で、その中にやっぱりそれだけの人間がいれば悪いやつも出てくるわけですよ。ずるいことするとかお金ごまかすとかね。テントっていうのはお金もものすごい稼ぐからついこう私服を肥やすみたいなことを考えつくやつが出てくるわけで。で、今までもそういうやつがいたんでしょうね。だから今回が初めてじゃない可能性が高いですよね。だからこの6話で。 えー、まあこれね処刑されたこのギリアムなんだけどもこういうふうな裏切るやつってのは今までもいたと思うんですよね。そういうのが出たら裏切り者が出たらベキは容赦なくもう処刑しちゃうと、ね、そういう考え方なんじゃないですかねだからベキってもともとは心優しい日本人だったはずなんですけども結局バルカ共和国に潜入。 で、任務をこなすために行ってて、そしてバルカで結局、まあ、息子の乃木祐介と離れ離れになっちゃって、そして日本の公安に裏切られて見捨てられたので、それで、それ以来ね、えー、ベキはこう、厳しい人間になったんじゃないのか。つまり、乃木の父親のベキは、まあ、日本に裏切られたと。公安に裏切られたと。 その裏切られたっていうのにものすごい敏感だから、裏切る奴は許さない容赦しないと。そういう考えなんじゃないでしょうかね。だから、裏切り者はもう許さないと、えー、いうことなので、例えばですよ、二宮さんがもし、裏切ったらもう容赦なく、うん、処刑とか、そういうふうになるんじゃないでしょうか。だから、例えば二宮さんの裏切りが発覚したとしますよね。 でお前を処刑するみたいになった時に二宮さんがですね、えーまあ、反撃して、えー、二宮さんが戦闘でべきに勝つみたいなそういう展開あるんじゃないですか。うん、はいということでね今回の考察はですね、えー、まあネット記事に出ていた「えー、黄色い服に伏線」というね、えー、記事をね、えー、見ましてそれをまとめてみました。ご視聴ありがとうございました。